はい、えー、皆さん、こんにちは、ちでございます。えー、夏目撮影行きましょう。久しぶりですね。<laughs> 最近ちょっとね、あのーえー、元にも、ペースがね、元に戻せるはずなんですね。えー、やっていきたいと思います。えー、っとね、1990年8月のソフトですね。えー、っと、スクルーズ。これちょっと、えー、存じ上げませんね。あのー、ね、 イソップーっていうあのスクールウォーズありますよね。ラグビーのなんか実話をモチーフにしたんでしたっけね。あのラグビーでなんかあの人を構成していくみたいなね。学生をね。っていうのがあったと思うんですけど、あれとは全然違うみたいですね。もうそれとは真逆の <laughs> フォントだね、これ <laughs>。えーと、クリームソフトアドベンチャー、えー、6 8 0 0八8マックス SR 以降です。クリームソフトちょっと記憶にないかな。いやー、あったかなってぐらいですね。あの <laughs>、 もう絶対ダメなの分かるわ、これ。<laughs> えっと、えっ、ー、と、なんて思うんだ、これ、愛嬌愛嬌高校の生徒、星田さんはある日、校長室に呼び出された。えー、校長が放つには何者かが隣の愛国女子校に忍び込み。えー、ちょっと待って。ああ。 ここは愛嬌系高校。愛京高校かな愛国女子校に忍び込みの、ね、隣はね、過去10年間の女子学生リストと重要書類を盗み出し、女子学生を襲って逃走したらしい。<laughs> ーそしてその現場にはなんと星田の生徒手帳が、あ全く身に覚えのない。 星田君は疑いをを晴ららすたために真犯人を捕ままえななななければならなくっなってしまった、えー、とりあえず校内を歩き情報収集を始めるがあなたの疑いに女性たちの白いあ女性とたちの白い面が、えー、唯一自分を信じてくれるのはさつきちゃんとまあ幼なじみかなんかそんな設定かなというような感じがしますねはい、えー、次行きましょうえー、ダンジョンバスターマスターズのあダメだ グレートさんだ。これダメだな。まともな名前しても私分かりますよ。まともなタイトルだけども、もうグレートさんっていうのでね、ダメだっていうの分かっていますよ。ダンジョンマスターとドラゴンバスターのあれかな間取ったかなえ6800の88マックス s r 以 c です。いや、もうこれ買うだろうけどね、もうなんか怪しくもう1行ずついくよ。おおあちょっとパッケージは大丈夫かなあ、大丈夫だね。 え過激で一致な高速スクロローーーールルププレレイインンググゲゲムちょっと待って。高速スクロールするロールプレイングゲーム。ちょっと意味わかんないんだけどね。シューティングとかアクションじゃなくて。えふとしたことから解かれた封印により悪の女王が蘇った。プレイヤーは美少女戦士になって女王と4人の美しい魔性たちを倒すために旅立つというストーリー。5つの迷宮を冒険していくと。ね過激でエッチなみたいですね。さあ次行きましょう。えー、っと、ピアス、引き裂かれた青春。 バーディソートダメだっていうような気がするな。そうだよね、ダメだよね。えー、あもうタイトルでダメだ。<laughs> タイトルでダメだ。青くないんだわ、これ。<laughs> あ大丈夫かいこれもう。ちょっと、飛ばすな、1990年の8月かな、これ。えー、っと、ちょっと8月だっけあ10、うん、8月だね。飛ばすな。 えーっと、ヤッコさん、もう、8月すごいね。手が踏みの88マックス SR 以降です。えー、っとー、大丈夫っぽいね。うん。うん、大丈夫だね、パッケージもねえ。ルージュに続く殺人事件を絡めたイッチャーアドベンチャーゲーム。あ、ルージュっていうのがあったんだね。もう覚えてないね。え主人公、ヒロシは、えー、恋人の繭美が、 殺されたた現場を目撃してしてまったその上彼女は殺人犯の汚名を着せられ警察に連行されてしまうえどういうこと主人公ヒロシは恋人の真身が「あ殺されたんじゃないわ」が。 あ,あ犯されたという現場を目撃してしまったその上彼女は殺人犯のお目を着せられ警察に連行されてしまう踏んだり蹴ったりだよね、えー、という暗い事件で始まるストーリー。リあ,あ始まるゲームねストーリーはサスペンス立って,て途中に暗号文がありこれを解きながら進んでいく複雑な人間関係が絡み合ってなかなか面白い展開になっていく成人派タイ部のゆみちゃん超色っペの静かなどおいしいエッチ親族室と アニ,メーショアニメーションが売りのおアニメーションそうなんだ、えー、難しい漢字がたくさん出てくるので漢字の勉強にもお役立ててくださいなんてことも書かれている <laughs> ああそうなんだねああでも日本語ちゃんと出てるよねうんまあ90年の頃の八八の八八のゲームでか半角カタカナとかないよねうんじゃあ次ああ次行きましょううわ来たあれちょっと待ってテレノロゴ前にも出てこなかったシステムソートでしょテレノロゴ禁断の塔あら RPG、えー、出てなかったかなえー、っと、8800円のマ88マックス SR 以降です。あ <laughs> リンク切れだ。プレイするたびにシナリオ係、一つとして同じものはないという、ああ、これ。 しょっぱらだ。一発目だ。えー、もちろん、マップもアイテムもゲームの目的、終了までもが違う、えー。例えば、連れ去られたお姫様を救出するという目的もあるし、伝説の宝物を探し出すなどというシナリオもある可能性がある。ただ、マップを作るのに10本くらいかかると、っても長いのだ。まあ、一つのゲームのシナリオやマップをすべて作っているんだから仕方がないことかも。えー、ゲームはパーティー制のウルティマタイプのゲーム。まだゲームに昼と夜があって、とあ昼と夜があって特徴の一つ。 アイテムや武器は違う戦闘はタコティカルコンバット形式でパーティーのフォーメーションを決めて戦う作者はイルシオンを作った竹谷さんという方が多ったらしいあそうなんだねイルシオンだったね88番は主人公を、えー、男女どちらも選べるようになり98の1と2のいいところを集めたような作りになったあそうだ98の2もあったんだね98の1はすごく評価良かったですよねあのこれ書いてる方はねちょっと申し訳ないですけどこのゲームやったことないと思います <laughs> 私はもうねこれね もうほんとね、日本橋のどこで買ったかな、これ。上ンさんだったかないや、違うか。ソーマップさんだったかな。あのね、でんでんタウンのね、でんでんタウンの北側の通りのどっかのお店で買いました。<laughs> あのね、もうこれ衝動買い、衝動買いってわけでもないね。確かこの頃ね、バイク買ってね、嬉しくてね、日本橋結構行ってたんですよ、バイクで。で、 その時に目に行ってもらって、あ、そういや、98であったのが88年までたんだと思って私もう買ってね。これ値段書いてますあ、そうだ、うん、8800円。ああ、いいとこつくね。私読んでんのよ、ふっからかつったね。えっ、ー、と、てっきりね、ティルノロゴの続編だと思ってました。<laughs> もうティルノロゴ出てたかなと思ったんですけど。これ来たかもうね。これ15分、そんなぬ,なんぬるかったかなマップ作るのに。ああ、私はもっとかかった気がするんだけどね。 ももうとっても長いですねただもう確かに同じものはないっていうのねこれシステムソフトさん98でねすごく評価が高かって2が出たんで2はどうだったんでしょうね1の評価めちゃくちゃ良かったはずなんですようん。 で、88でも出せたっていうんでね、私もうこれ見たときにね、うわあ買わないとって、あの別にね、出るっていうの分かってなくて、その頃もうバイク乗った頃はね、もう88から離れてまして、もうバイクばっかり乗ってましたからね。で、日本橋でそれをね、日本橋に行ってるときに見たときに衝動買いしたんで、ほんでもうすぐね、久しぶり長いこと火を入れてなかった88に火を入れたのを覚えてますよ。ねで、立ち上げて、もうワクワクしながらね、 待ちましたよ <laughs> とにかくマップ作るのは遅い。シナリオ作るのはも遅くてね。やったんですけどね。なんか一応ね、私もね、これね、数回解きましたよ。確か。うん。でも最後の方だったらね、もう辛かった記憶があるね。まあ、当時としてはよくできてたと。よく、その発想はよくできてたとは思うんですけどね。882職者の失敗だった気がしますね。 もう、やっぱり88のスペックね、考えたら、なかなかね、まあ、あの、ユーザーが多かったからね、だからこれ X1 も、X1 とか77とかでは出てないでしょ。うん。これ確か88でしか出てなかったと思いますよ。違ったごめんなさい。うん、まあ、これはもう、本当思い出深いソフトでさ、私の中ではもう、ねに。もうね、う,うーん。 そうだね。でもシステムソフトさんだからね。この頃システムソフトさんはもう大戦略とかね。そんなシステムソフトさんが RPG をってね。まあ私システムソフトさんを一番初めに知ったのは冒険ロマンのアクションゲームなんですけどね。うん。まあそうですね。冒険ロマン、大戦略、ティルナノーグと。冒険ロマンと大戦略は良かったね。まあ大戦略の普通の1はね、やっぱりちょっとイマイチでしたけど、スーパー大戦略、大戦略、 大戦略2だったっけあれね一応2出たんですよね私もね私スーパー大戦略だけだと思ってたんですけど大戦略2も出てたんですよねえー、出てきてましたもんねだからスーパー大戦略なの後に第戦略2が出てきてたような気がするんですけどもまあここら辺はもう私すっごくハマったんですけどね、まあ、あのテナノーグはね期待めちゃくちゃしてた分ショックがでかかったですねもうねほんとね めちゃくちゃゃく期待しましたからねまたねもうあのライターの方がうまいこと書くんですよ雑誌とかでめっちゃ面白そうに書くんですよ98の時まあ面白かったんでしょうね書くもんだからもうすごくもうほんと喉から手が出るほど欲しかったものが手に入った時のねうん喜びはすごかったんですけどねねえそうだねうんそうでしたうんというわけで、えー、次行きましょうあこれが最後か ああ、いやーやっぱり今回私の中ではティルナ7 6ですね。これ、ほんと、うーん、なんだろう。これ、今のねゲ、今のこの仕様で、今のシスペックで出したら、いいのできそうな気もするんですけどね、ただまあ、今のゲーム、何でもかんでもね、もうメモリは大船原のように使えますしね、容量ももう何十ギガで使えるんで、 それが逆にね、悪い気がするんですけどね、悪いというか、あの、でかくなりすぎるゲームがね、うん、もうちょっとシンプルなんでいい気がするんですけど、まあ、世の中はそれを求めてないんでしょうね。きっとそういうのを求めてるのは我々、夏毛が好きな人間ぐらいなんで、今の人なんかも、ね見たら、ええー、って思うんでしょうね、本当に。ですから、うんまあ、そうですね、うん、だから、こういうティルナノゴみたいなものに、 ねえティルナノーグやウィザードリーとかはマイトナマジックみたいなものにこのザーナドゥのあの何でもかんでも経験値つけるシステム組んで欲しいなあとねえいやー私もユニティちょっとや若干やったんだけどね <laughs> ここまでいけないなじゃあジャバとかで作ったらいいじゃないのっていう感じになりそうなんですけどね そうだね Java とかでもねできんあでもやるんだったら Web の方がいいよねうん Web の方が絶対面白い気がするああいいかもしんないねで、今ね結構いろんな人と見知らぬ人と一緒に作れますもんね Git とか使ってねうんね そういうの楽しいかな。だから私もね、思うんですよ。あの、ハローワールドっていうのがあるんですけど、ギットでハローワールドを公開したら誰かいろんなもの付け加えてくんないかなとか思ったりもね。そんなことを考えたりするんですけどね。とんでもないハローワールドが出来上がっちゃったみたいなね。とんでもないあの、 ハローワールドっていう文字を出すだけでも、いろんなエフェクト入るようなハローワールドができちゃった、みたいなね。てか、初めにハローワールドってできるけど、その後ゲームになったりとかね。そんな感じでいろんなこと妄想したりことしたこともありました。えー、まあ、そんなことを置いときまして、えーっとね、どうしましょう。時間がまだ12分ですけど、でもね、あ、そうだ、でもね、ちょっとね、今日はね、あの、あ、1本、2本、3本、4本、4本しかないの <laughs> 90年の8月は1本2本3本そのうちの3本がスケベーなゲームなんで7割5分ってとこかなうんすごいねいやあのねまあ で今回はちょっとね、あの、まあ、夏毛雑談もそうですけど、ちょっとね、喋りたいなっていうのもあったんですけどもね。うん。まあ、何喋んのって言っても。まあ、ね、雑談する方はユーロトラックしてるんですけどもね。まあ、夏毛で喋ることは正直あまりないんですけども。えっ、ー、と、あじゃあちょっとね、軽くだけ見ておきましょうか、9月。え、これ8月でしたよね。9月、初っ端な何があるんだろう。アルフィーム。おザインソフト。 おお、あ、なんかいい感じですね。あ、なんかザインソフトっていう感じが私しましたけど。うん。あ、パッケージめちゃくちゃ綺麗ね。えー、これは次回に回しましょうか。あ、これ豊作だこのスクロールバーの少なさは。これは期待できるね。し <laughs> ょっぱながね、スケベじゃないんで期待できると思います。でね、あのー、話は変わるんですけど、私ね、もうピアノやってるっていう話してたんですけども、あのー、まあ私もね、3月からピアノやってます。もうじき1年になるんですよね。 まあ今3曲はアンプして弾けるような感じになってるんですけどまあまああのー、頭から最後まできっちり弾けるっていうわけではないですねあの必ずっ必ず失敗しますと散りますえー、まあ置いときましてまあ今4曲目をやってるんですけどもえっ、ー、とねうちの長男がねなんかピアノをやりやりだしまして私と一緒に私と一緒にとか私は同じピアノを使ってピアノえっ、ー、と,、ねえー、といやまだ1週間だわたまにね あのいや私が去年やり始めた頃もね次男はあ次男じゃない長男はねなんかねちょろちょろって弾いたりして私を驚かしたりしたんですけどももう今じゃそっから私の方はねもう真面目にやってるんであれなんですけどなんかねピアノを、えー、ちょっとやっていいっていう感じで1週間ぐらい前からまあ1週間じゃないねえっ、ー、今日が5日目かな、うん、5日目ぐらいなんですけどもでまあ本人ははじめねなんかあのー、歌謡曲じゃないかななんかの。 エヴァンンゲリオっって言ったかななんかそんなんを言ってたんですけども私は全然そんなちょっとエヴ,ァンゲリオンエヴァさん全然わかんないんですけどねえっ、ー、とまあでやっていくうちに楽譜がないのでね、うん、楽譜をインターネットで見ながらやってると,、えー、とどうしても不親切か初心者向けの楽譜じゃないんでねで私がやってるエリーゼのためとかああいう指番号とか音階とか書いてるそういう初心者向けの楽譜を見せてあこれやったらっていう感じで言ってたら、まあ、やりだしまして。 やりだしたらいいんですけどね、えー。昨日です。あ、昨日じゃないね。今日です。えっ、ー、とね、鍵盤壊しました。<laughs> ピアノ壊しました <laughs>。しかもよりによって私が前、10月に壊した、去年の10月に壊したってこと同じ身を壊しましたね。あの、親子して同じ鍵盤壊しました。で、今日、またバラして。 10月にやったこと一応ね私ねあのツイッターで上げてた写真をねまだ保存してたのでそれ見ながらちょっとバラしていってまあなんとか1時間ぐらい1時間半かなもうさすがにねある程度覚えてんであの結構カカンって直せましたね、うん、同じとこ壊れてましたもうこれは多分ねこのピアノの まあなんでだって2004年のピアノですからね17年前や <laughs> 17年前のピアノなんでまあもう仕方がないのかなと思うんですけどもうやっぱりあそこ弱いんでしょうねまあほんで多分ねうちの長男がね強めに叩くんでねあのまあ私も当時はそうだったと思うんですけどもねやり始めて多分強めに叩くと思いますんで私が半年かかって壊したところ4日で壊したねえっ、ー、とね 昨日にちょっとその予兆が出てました。鍵盤がね、身の鍵盤がちょっと凹んでたので、あ、これ <laughs>、やりやがったなと思ってね、今日、あのー、壊れるよ。多分間違いなくもう、もうじき壊れるよ。もう凹んでるからって言って、言ってやらもう今日、今日のうちにそのうちに壊しちゃったんでね、音出なくなってと。まあですからね、一つ分かったことはね、あの、エリーゼのために、一番最初はね、あのー、見れ見れっていうはじ始まり方するんですよ。 だからこのエリーゼ,、ね、<laughs> ゼのためにはくんめにピアノ殺しだねピアノの身殺しだねっていうような気がするんですけどうちだけなのかないや親子2代血が,さそ,うさせ血がさそうさせるのかな <laughs> いや親子2代で同じピアノの同じ身を同じエリーゼのためにっていう曲でぶっ壊したからね いやーまあでもうちのピアノもほんとね17年も使った上にまだ老体にむち移すかってね前にもね壊した10月の時にも言っ,た言ってたんですけどまだねもうまだ使えますよもうあとね今だからねその壊れた鍵盤の中身を交換するんですよ他の鍵盤とねあのスワップしてやるんですけどもう今現在4つの鍵盤が使えなくなってますねあ違う今日こ今回黒鍵を を使って全部で5つかあ 4, つ4つか5つですねがもう使えなく左右で2個3個ずつが壊れてしまったのでわちゃぱーというような感じですねまあ明日ね買う気はないんですけどちょっとピアノ見に行こうかなと思ってるんですけどもね子供連れてねもうちょっとね あの電気屋さんにでも行ってとか思ってるんですけどもねまあそんな感じでまあ話はそれぐらいに置いときましてえー、っとまあ夏毛ねちょっと今私その信長ね本能寺の変とザナドやってるんですけどもえー、っと本能寺の変はねもうあとは待つだけっていうような感じであれなんだけザナドなかなかね この後私ザナズ、今週はね、全然取りだめてないので、ザナズ収録して明日の朝流そうと思うんですけども、ちょっとザナズね、あの、なかなかもう、これ大丈夫なのかなって <laughs>、まあ皆さんに教えていただいてるんでね、あっと大丈夫だと思うんですけども、ちょっと私ね、やりながらね、もうなかなかメンタル削られてきてるなっていうのがね、ひしひしと。 わかるんで今のままでいって解けるのかなってねちょっともうなんせなかなかシビアでねお金お金とそうだねお金とだからダメージもうまいこと食らわないといけないんですよねダメージ食ら,食らわなかったらダメなんですよねダメージ食らっていかないとダメあの防具の経験値が入らないんでねえだからダメージ食らわないで次のレベル行った時にボッコボコにされましたもんね私、ま、ねですからある程度 で、食らわないようにしていかないといけないとかもね。で、レベルが上がったらいろんなもののレートが上がるので、うん、なかなかシビアですね。ただ、まああの何でもかん。でもそのアイテムであり、防具であり装備であり、魔法であり剣であり、経験値が入るっていうシステムは？すごくいいですね。でやっててね。それはすぐ反映されるっていうのがね。驚いちゃったのはね。レッドポーションっていうね。あのお薬にね。 ヒト言うたらね薬草ですわ薬草にも経験値があってね最初しょぼい,いんですよねえっていうぐらいもう100も上がらないのかなヒットポイントね1500あったんですけど100も上がらなくてえって言ったんですけどねこれが使ってるとどん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 上がっていくのとあとウィズダム自分が持ってるウィズダムの絡みで。 影響を受けて上がっていくとただ私ウィズダム 100, 100あるうちの10、100が最高かな多分、のうち10で、今あ、レベル上がったから15か、いうような感じでね、なかなか困ってるんですけどもね、今ですからこのね、何度か言ってますけど、信長の野望とザナドゥですごく閉塞感があります。<laughs> あの、えー、っと、定期枠ね。 うん、定義枠ねすごく閉塞感を持っちゃってんで <laughs> ちょっとメンタル的にねなかなかなんですけどもまあなんかちょっとねうんこれ信長終わったらあでも光栄枠かああそうだ信長光栄枠だから次はあれか大航海時代か大航海時代は楽しめそうだけどねでもその前にあの三国志1の沈没ゲームやろうと思いますんであでもどうしよう沈没ゲーム先伸ばしちゃおうかなとちょっと途中気持ちいいの入れたいもんねうんやってですかと。 するのかな大公開時代。私はもう勝手に期待しますけどね。ティルナログみたいになったらどうしよう。<laughs> でもね、ちょっと大公開時代の動画を見るとあの楽しそうな感じなのでね、次は大公開時代かなと。いうふうに思ってますね。ただ、あの、かなりね、私あれなんですよ。あの、リクエストも含めて私がやりたいなと思ってるのがね、山のように溜まってんでね。そう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 。 山のように溜まっちゃっててね本当にうーん一応ねちなみにねあこれ見えない見えてもめちゃくちゃちっちゃいなうんね前も言いましたけどね「オービット3」とかまあねスクリーマーは一度やりましたよねあといろいろもう20本30本ぐらいちなみにねあリクエストいただいた分も含めたあとこの夏芸雑談やってる中でのあやりたいなってなったのが。 ありますのでうんっていうとこですね。さあ、というわけで、<laughs> そうだ福岡のうどん教えていただいてもいい。<laughs> 同じゲームのところに入れて私、私 <laughs>、えー。枕のうどんでしたっけあ違う、牧のうどんだ。<laughs> 老眼でも字が読めないというような感じでね。うんちょっと思っても、あし閉まった。変なもん立ち上げちゃった。えー、っと。 えー、というわけで、えー、1989年の8月の発売のソフトですね、えー。今回これで終わっておきたいと思います。来月ちょっと豊作なのでね、長めに30分、いつもの通り30分ぐらい取れるかもね、と思っておりますので、えー、まあちょっと久しぶりだったんでね、ちょっと、とりあえずちょっとやりたかったんで。えー、とこの後ね、この後、今90年の8月でしょ。もう ももういつも通りだねこの終わり間際アなってズルズルって長くなっていくのね私のねあとこんだけですよスクロールバーがねあとだから2年分いや違うわああとまあ1年半ぐらいかな1年半ないねないぐらいで一応まあ92年以降っていうのはあるんですけどもうここは92年以降で縛られてるんでかなりもう過渡期もう過渡期超えてますもんねやっぱり88年9年ぐらいが一番熱かったかもしれないですね であとはですねあの、このブラスティーの裏で、ブラスティーやりながらやってたこの、この85年ぐらいまでかな、うん、うん、をあのまたリクエストいただいてますね多分戻って、ループしてきてやるというような感じになると思うんですけども、そこまでいったらあ、この夏毛雑談っていうのが一つ一括り完了するのかなと。 思っております、えー、また終わると言いながらね、終わる終わる詐欺のような感じになでずる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 言ってますけど、こう今回これでちょっと終わっておきましょう。えー、というわけで、1989年8月の夏芸雑談ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。